はい、じゃあ、はい、こんにちは、達郎です。ということでって何のっていうねはい、今日はですね、新説、沖縄移住に向いている人の特徴、共通点というお話をしようと思います。これ僕動画ですごい話すんですけど、結構ね、いろんな人と関わる中でな、こういう人向いてるなっていう意見がちょっと変わったりするので、今回は新説、沖縄移住、成功する人とか向いてる人の共通点をお話していこうと思います。僕はもう沖縄移住は7年目でね、那覇、浦添、名護、石川と南部から北部まで全部住みました。で、沖縄ビレッジという沖縄移住者がたくさん登録するプラットフォームを運営してて、日々沖縄移住者と関わることめちゃくちゃ多いんですけれども、そんな中ですね、沖縄移住をね、楽しく面白おかしくやってる人たちにはね、やはり共通点があるんです。この共通点についてね、簡単にお話ししていければなと思います。まず一つ、もう一番大事なやつからいきましょう。まず一つ一番大事なのはね、人間関係が広い人です。これ間違いなく一番です。いわゆる簡単に言うと友達が多い人です。ただ沖縄移住すると友達作るのめちゃくちゃ難しいというのはもう定説、すごくみんな苦労するところであるんですけれども、沖縄移住者の友達、まあ、うちなんちの友達もそうです。いわゆるその友達がめちゃくちゃ沖縄でできた人っていうのは、例えば海に入って泳ぎたいっていう時に、知り合いがいません、友達がいませんって人って、一人で行かなきゃいけないってなるけど、一人はちょっと不安だし危ないって聞くし、そもそも見てる景色とか、あ、楽しいね、気持ちいいねっていうのをシェアできる人がいないっていうので、まあじゃあいいや行かなくてってなっちゃって、結局行かないみたいな。で、個人で楽しめるネットフリックス見たり YouTube 見たりゲームしたりっていう、沖縄に来てるのにやってることはなんか実家と同じみたいなそういうような状況になってしまう人ってのは意外と多いんです。で、友達を作って、大量に友達を作って、大量でもないかな、まあ自分の範囲内で作った人は、海行こうって声をかける人がいて、映画見に行こうとか、ランチしに行こうとか、ちょっとカフェに行こうとかって声をかけれる人がいるっていう、この友達が多いっていうのは当たり前のように見えてむちゃくちゃ重要で、非常に難しいんです、沖縄移住においては。で、僕は自分で沖縄ビレッジっていうのを、作ったので、まあ、友達を作るならそういうところに登録してくださいと、YouTube でよくお話してます。まあ、うちじゃなくてもね、まあ、インスタグラムとか、SNS で友達を作るのも今だったらいいでしょう。マッチングアプリとかもあります。そういうのを使って、まずそもそも友達を多く作ることっていうのが重要ですし、なんか楽しくやってる人はみんな友達多いなと、僕は感じます。これが、一つ、まあ、三つ出しましょうか。じゃあもう一つはですね、贅沢心っていうのが薄い人っていうのがありますね。やっぱり、僕は前回の動画で多分スモールビジネスやりましょうっていう話をしたんですけど、みんながみんなそれをできるのかっていうと難しいのももちろんあると思うんですね。向き不向きもありますから。なので、所得が低いことを完全に受け入れてる人ともいるんですよ。でもまあ自分別にそんななんかブランド物が欲しいわけでもないし、買い物もそんなしないし、海行ってちょっとたまに食事してとかでいいかなっていう贅沢心が薄い人って楽しそうにやっぱやってますね。これも結構共通点の、一つとしてあるかなと思いますし、これ僕もなんですよ。僕も贅沢心ってものすごい薄くて、僕は今の家も 1LDK で、家賃ももう6万もいかない、駐車場2台入れて5万8千とかの家でですね、服もこれ もう GU とかユニクロとか H&M とかでしか僕服買わないんですよ。でもサングラスとかももう安いやつです。2000円2000円とかそんなやつなので、贅沢心がないと支出ってほんと少ないんですよ。そこさえ考え方変えて、支出さえ変えれれば沖縄の低所得がそこまで気にならないっていうのも僕はあるかなと思ってます。だから贅沢心が少ないという点。最後は何だろうな、沖縄ってやっぱり亜熱帯地域で、気候も亜熱帯気候で、環境っていうのが多分移住してきた人はガラッと変わると思うんです。これが好きな人、この亜熱帯地域、南国環境がすっごい好きだっていう人はもうね、ほぼほぼ全部クリアしてると言ってもいいかなと思います。だからね、沖縄来てこの気候に慣れることができなかったって人も実は多いんですよね。湿度に慣れれなかったとか、あとなんか四季がないことに耐えられなかったとか、雨が多いのが嫌だとか、こういうところに意外と自分平気だなって思ったら、きっと向いてると思います。今僕が出した3つ、友達を作るのがうまいこと、贅沢心が薄いことで、環境に慣れるのが早いこと、この3つが今聞いてて、あ、私全部揃ってるっていう方はもうほぼほぼ苦労してないと思います、沖縄に移住しても。これはもうね、自信持っていただければなと
思います。はい、ということでね、まあ、今3つ出した中いろいろ難しいかもしれないんですけど、1つ目の友達を作るはね、あの概要欄から沖縄ビレッジ、遊びに来ていただければ解決することなので、ぜひ、概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上です。じゃあねー。